ロックリーデン。それでは物語の始まり始まり。ネジ君、おそらく君が木の葉の下人で最も強い男でしょう。勝負です。いいだろう。たとえ忍術や幻術は使えなくても立派な忍者になれることを証明してあげます。無駄だよリー。いかに努力したところでお前に俺は倒せない。これは決まっていることだ。僕は木の葉の美しき青い野獣ロックリー。この勝負俺が勝つ。これは運命だ。これでも努力の力で天才を打ち負かすことができるんです。これがリーだと。いつの間にこんな。じゃあサスケ君、君と戦いたい。この名がどんなもんか思い知るか、ゲジマユ。待て、ゲジマユは俺がやるってばよ。5分もあれば片付く。僕が戦いたいのは君じゃない、ウチハです。こいつもこいつもサスケサスケってうるせってばよ。今こそ僕の忍道を証明してみせます。俺はほかげになるんだってばよ。力抜けると力抜けると
この技を使うことになるとは。木の葉の蓮華は二度さ。今こそ自分の忍道を貫き守り通すとき。もっと修行するべきですね。天才忍者と謳われた一族の末裔に僕の技がどこまで通用するのか試したい。面白い。やってやる。ごめんなさい、ガイ先生。あの技を使うことになるかも。見ていてください、ガイ先生。かかってこい。ここです。はっ、こりゃ、あっ、
こんなに強いなんて、ちょっとかっこいい。
こいいかも。ライバルだそうですね。ん？君は？ガイ先生の一番弟子、ロックリー。ガイ先生のライバルは僕のライバルです。勝負！おいおい。見ていてください、ガイ先生。まあ、そう殺気立つなよ。まさかこの綿を使うことになるとは。木の葉のレンゲは二度した。自分の忍道を貫き守り通すとき。はっ、うん、大悟お盆かい。どう？ 頼むぞ！
け。おっと、ここです。はっ、こりゃあんの。見ていてください、ガイ先生。行きます。はっ、こりゃ。行きますよ。あれ、表で行け。うわ、僕は甘く見ていたようですね。何、この俺がバカな。これが僕の人道です。ガイ先生、見ていてくれましたか。僕は立派な忍者になれたでしょうか。リン、お前ってやつは、お前ってやつは、先生、僕は、僕は、もういい、リン、何も言うな。先生、そう、これこそ青春だ。だがリーよ、この程度で満足してはいかん。もっと強くなれ。この俺を超えるくらいに。はい、先生。よし、それじゃあ帰ったら演習場の周り500周だ。